異色のコンビ、まずはエルオリンピコ、黒い稲妻という異名があります。今日は白い仮面、そしてアシュラハラであります。ヒットマンアシュラハラ、大きく伸びてほしいと思います。我がコーナー240ポンド、タイガーマスク。さあ、最大の敵リックフレア戦に全てをかけます。タイガーマスク、ジャンボ鶴田、強い鶴田だ。二冠王、一気に世界へ上り詰めるか、ジャンボ鶴田。さあ、超満員のお客様の前で胸のすくような素晴らしいファイトを見せてもらいたいと思います。両軍団、まずアシュラハラ、そしてチームリーダージャンボ鶴田。さあ、アシュラハラとジャンボ鶴田で始まりました。どうもこの試合前の竹内さんとの予想ではタイガーマスクとエルオリンピックかと思ったんですけども、そういう感じがしたんですけど ねちょっと意表をつかれましたね。大将同士の竹内さんだけどね。そうなんですね。これ何か狙いが感じられますか。やっぱりジャンボのやる気でしょうね、はい、やる気、そうですね。まあ、このシリーズは何と言いましても、あの 3.12 日本武道館決戦対ザ・ロードウォーリアーズとのインタータッグの初防衛戦が予定されております。あの長州安から1年ぶりで取ったこのインタータッグのベルトでありますが、初防衛戦の相手がザ・ロードウォーリアーズということで、もう鶴田も天竜も本当に燃えてますよね。竹内さん、やっぱりこのインタータッグのですね、価値観をより高めるにはですね、これ以上のやっぱり相手はいませんね、はい、そうですね。この日本武道館決戦は3週後の放送でお伝えしてまいりたいと思います。それにしてもこのジャンボ鶴田が本当に今年は絶好調です。もう前に戻りましたね、鶴田がね。そうですね、それだけに今年のジャンボですね、はい、何か大きなことをものにしてほしいですね。そうですね、後ほど世界チャンピオン絡みのご紹介はお伝えするといたしまして、ひとまず今度はタイガーマスクへのタッチであります。さあ、猛虎7番勝負1勝1敗8つに負け、フランク・ランカスターに勝ったんですが、第2戦はこのアシュラハラが予定されてたんですよね。ですから、まあ1戦2戦ともこれその代打という形でですね、はい、タイガーがこの2番勝負を消化したわけですけどね、はい、やっぱり3番勝負はいよいよその本番のプレイヤーですからね。そうなんですね、これがやっぱりタイガーの人とのもう正念場じゃないですかね。そうですね、いずれまたリックフレア戦が終わった後の、まあ、猛虎7番勝負で4戦が5戦に、まあ、予定されているという、さあ、アシュラハラ戦でありますが、タイガーマスク、お話のは世界チャンピオンリックフレア戦に絞っていきたいと思いますが、これは3月の9日高崎大会なんですけれども、どうでしょうかね、竹内さん、あの4次元殺法であっと言わせてもらいたいですかね。そうですね、まあ、トレーナーのことですからね、おそらくそののらりくらりとですね、はい、その、まあ、チャンピオンらしいと言いますかね、チャンピオンのその防衛戦の時に使うような戦術を使ってくると思うんですけどね、それに惑わされることなくタイガーにはですね、前へ前へ出てってほしいですね、はい、世界チャンピオンリックフレアにはこのタイガーマスクは何を学ぶべきですか、竹内さん。そうですね、やっぱりあのインサイドワークのうまさと言いますかね、その攻撃の強弱のつけ方ですね、はい、まあ、非常に肉体的にも大きくなりまして自信満々のこのタイガーマスク、110キロの空中殺法は同じく110キロの世界チャンピオンリックフレアをおそらくキリキリ舞いさせるんではないかと思います。パワーの面では劣らないと思うんですがね、竹内さん。ですから、そういう面でも体重ではですね、また遜色ないわけですから、パワー負けすることは絶対にはないわけですよね。そうですね、現在のタイガーマスクの気持ちはチャンスがあれば世界チャンピオンを倒せるというところまで気持ちは非常に高まってきています。非常に期待のかかります世界チャンピオンリックフレアとの猛虎7番勝負3戦目であります。なんとか金星が欲しいんですけどね、竹内さん、どうでしょう。ですね、やっぱりこの猛虎7番勝負というのをですね、はい、後々までやっぱり語り継ぐにはですね、はい、何かやっぱり大きなチャンスをものにしとってほしいですよね。そうですね。さあ、ひとまず勝負が終わりました。さあ、今度はジャンボ鶴田の登場でございます。さあ、いよいよ日本武道館 3.12 日本武道館決戦ザ・ロードウォーリアーズ。竹内さん、ザ・ロードウォーリアーズはデビュー以来4年になりますけれども、全米でもこの日本でも一度もピンホール負けがない、はい、鶴田天竜ならどうでしょう。まあ、今の勢いだとですね、その可能性が見えてくる部分もあるんですけどもね、ただやっぱりこのシリーズ見てますとウォリアーズまたまたこの絶好調ですからね。そうですね、そうですね、それだけですね、鶴竜のパワーといいますか連携がどこまでウォリアーズを取り崩せるか、はい、これやっぱり非常に未知数ですね。そうですね、まあ、ジャンボ鶴田が素晴らしい闘志と迫力あるファイトをこのシリーズも見せておりますので、この日本のリング上であのザ・ロードウォーリアーズの初ポール負けのシーンがひょっとしたらあるかもしれません。なんとか頑張ってもらいたいですね。その鍵を握るのはジャンボじゃないですかね。ああ、そうですか。ジャンボの今の迫力満点のファイトを日本武道館まで持続できればアニマルもフォークもタジタジするシーンもあるんじゃないでしょうかね。あるでしょうね。ね、今のようなウォリアーズの進撃がそのままストレートに通用するとは思えないですね。そうですね。さあ、今のジャンボ鶴田はあまり派手な動きがありませんでした。さあ、タイガーマスクが世界チャンピオンリックフレア戦を目の前に控えているだけに、今日はタイガーマスクに思う存分やらせるでしょう。さあ、今度はアシュラハラであります。
思い切っていきます。ダンプ街アシラハラ、このアシラハラ対タイガーマスクの猛虎7番勝負もいずれ実現いたしますが、これは好勝負になりますよね。そうですね、今だったらちょっと鼻が良くなってきますからね、はい、あー左のラリアットだ。こういううまさがあります。深くにも喉をえぐられましたタイガーマスク。さあここは一気にアシラハラが畳みかけるでしょう。今度は左のレイアット、これは空振り。タイガーマスクは何を持っていくか、おっとおっと、今のはキックですか。ニールキック持ってましたね、回転ニールキックですね。ただちょっと当たりが弱かったですね、はい、弱かった。ニールキックは 50% ぐらいしか当たっていません。サイドのスープレックスで返しますタイガーマスクです。現在110キロのタイガーマスク、アシラハラは120キロ、10キロの壁に挑んでいます。さあ今度はダブルの攻撃だ。鶴田とタイガーマスクの新コンビであります。おそらくこのジャンボ鶴田タイガーマスクコンビも今後増えていくんじゃないですか。そうですね、これもいいコンビになってくるでしょうね、いいコンビになってくるでしょうね。なかなかいいつなぎを見せています。さあエルボースマッシュだ。相手はアシラハラだ。さあ今度は頭突き攻撃に出てまいりました。さあ鶴田が思い切って前に出る。ダブルチョップでいった。アシラハラ仁王立ち、我慢する、倒れない。ヘッドバット返した、ヘッドバットで返した。挑発が揺れます。上田市民体育館のリング上、今度はドロップキック、顎の先端を砕くか、アシラハラです。アシラハラの動きもちょっと注目していかなきゃいけないんですが、竹内さん、このシリーズの始まる前にですね、はい、アシラハラもあの輪島をターゲットにしていきたいというような発言をちらっと漏らしてましたね。そういうようなコメントがありましたね。やっぱりその辺りがですね、花のしたたかさといいますかね、はい、やっぱり何かやっぱ新しいものに常にその敵を求めていくわけですよね。そうなんでしょうね。さあ放送席には勝負終わりましたジャイアント馬場さんに来てもらいました。馬場選手よろしくお願いいたします。よろしく。上田大会です。さあジャンボ鶴田とタイガーマスクのチームが引っ張っています。アシラハラを一旦場外に落としました。さあジャンボ鶴田だ。ここでタイガーマスクにまたタッチ、ダブルの攻撃。さあ行ったぞ。全日本プロレス 2T のコンビネーションプレー、どうですか。いいですね。いいですか。こっからが勝負のことですね。はい、相手はエルオリンピコに変わりました。エルオリンピコもこの黒い稲妻という異名がありまして、輪島殺しにこの来日いたしました。さあどういうファイトを見せますか。体はあまり大きくありません。181センチ、103キロ、ジュニアヘビーのレスラーでございます。さあ馬場さん、タイガーマスクいよいよ世界チャンピオンリックフレアさんに控えておりますが、仕上がりはどんな具合でしょうか。仕上がりはね、若いですからね、はい、仕上がりとそういうものは関係ないと思うんですね、もうどっちみちもう当たってくだけるような気持ちでね、はい、行かなきゃいけないですから。そうですか。馬場さん、そのいよいよですね世界チャンピオンというふうに謎かけてみたんですけれども、世界チャンピオンを倒せるというところまで気持ちは高まってきたと本人はこう言ってましたが。そうですか、はい、もう倒すに越したことはないんですけど ね、まさにこの夢のマッチでありますけれども、まあね、タイガーマスクもね、はい、フレアの試合を見てますよね、何年も何年もね、見てます、ね、やっぱりね、あの野良でくらいとしたところがね、なんか自分もこの対等に行けるようなやっぱり感じは持ってるんでしょうね。あ、そうですか。ですけどもね、あの野良でくらいがね、やっぱり非常にくせ者ですしね。そうなんですね。さあその世界チャンピオンリック・フレアの世界のタイトルマッチでありますけれども、世界チャンピオンリック・フレアには来週の放送秋田から生中継でお送りいたしますが、八津義明の挑戦試合が決定しております。そしてその勝者に3月の10日郡山でジャンボ鶴田が挑戦いたします。これは再来週の放送ということになります。さあ鶴田にも世界取りのチャンスが十分にあります。さあ勢いが出てまいりました。ジャンボ鶴田とタイガーマスクのタッチプレーが速くなってまいりました。さあエルオリンピコを捉えるのか、どうやら的に絞ったのはエルオリンピコのようでありますが、深くにも鶴田が捉えられてしまいました。さあ異色コンビのコーナー、ブルーのコーナーに初めてジャンボ鶴田が連れて行かれました。ちょっと深くでしたね、竹内さん。ちょっと深くです ねさあジャンボ鶴田だ。対角線陣に放ってラリアット、来た、もう左のラリアット、立ち上げるような独特のヒットマンラリアット、左から打ちましたアシラハラ。ジャンボ鶴田もジャンボラリアットを打つ体勢になったんでありますが、手が出ません。さあもう一回、おっと、うまくディフェンス、飛ばし掛け、飛ばす落とし、決まったぞ。さあポールか、まだいかない。さあロープを利用したジャンピングリーパット、さあすごい勢いでジャンピングリーパット、もう一回2連発だ。上腕に突き落とした、鶴田の強さがここにある。ジャンピングリーパットを1回いった。今度はメキシカン殺法、4次元殺法が始まったタイガーマスク、すごい勢いで飛び込んでいきました。馬場さん、この今のコンビネーションプレーは鮮やかでしたね。いいですね、すごい攻撃です。タイガーマスク生き生きとしています。今の竹内さん、ブランチはどうですか。いいですね、やっぱり当たり良かったですね、はい、さあもう一回飛んだ、今度ヘッドバットだ。
さあ独特のヘッドバット、フライングヘッドバットを見せた。さあアシュラハの息が上がってまいりました。タイガーマスクを背負せ、10キロの壁を破るか。タイガーマスク対アシュラハの一戦であります。猛虎7番勝でもこの後おそらく対戦いたします。わーすごい、アシュラハも起こったぞ。右のカウンターブローが決まっています。そしてエルオリンピコに渡しました。さあ本当に興奮の度を高めてまいりました、このタッグマッチであります。エルオリンピコ、小馬さんどういう選手なんですか？あのね、ポートリコでね、はい、非常に活躍して、してましたね。はい、あの前評判では、あジャーマンだ、ここでジャーマンスーペックスホールド、いや一発で決めました。タイガーマスクが一発でエルオリンピコジャーマンスーペックスホールドでキャンバスに、落としました。さあ試合